はい、こんにちは。今日は2012年東工大の問題です。問題はこちらです。ログ10の3イコール0.4771として、シグマの N が0から99までの3の N 乗の桁数を求めようといった問題ですね。まあ、とりあえずこれ計算しましょうか。これ計算できますよね。 N が0の時には3の0乗で1で3で3の2乗っていう風になっていくよと。で3の99乗までですね。つまりこれは公比が3で初項が1で項数が100個ですね。ですので 3-1 分の初項が1で3の100乗マイナス1こうなるので、これ1/2、つまりこれっていうのは1/2の3の100乗マイナス1とこういう風になりますよと。でこれの桁数を求めたいということであります。でこれはっていうと、まあ、この値がすごく大きな値ですね。そこから1を引いて1/2しますよと。まあ、これが一番すごく影響があるなということで、これの桁数を求めて評価していくというふうにやってもいいですし、またはこれを、まあ、こんなふうにやるのが一番早いかなというふうに思います。これを要するに、60の3が与えられているので、3の何とか乗と3の何とか乗っていう形で挟んであげて、で、これで60を取れば、じゃあ例えばこれを A とすると、60の A っていうのは、これ60の3。で、これが前に出るので、これかける60の3っていう形。これ、こっち前に出て、これかける60の3ですよね。こうなるよと。で、60の3っていうのは与えられているので、結局ここの指数の数かける60の3をすれば OK と。これで挟んで、この桁数が出ればいいなということですね。じゃあ、ここ3の何とか乗っていうことなんですが、今これ明らかに3の100乗から1を引いて1/2しているので、3の100乗よりは下ですよね。ですので、ここは3の100乗。こうしましょうか。これより下ですよと。じゃあこっちはっていうと、99より大きくなっていると嬉しいなということで、99で見てみましょうか。そうすると、これ引く、1/2の3の100乗引く1から、これを引きましょうか。3の99乗。これを引いたときに、これが正であれば嬉しいなってことですね。じゃあ正になっているかっていうのを見ていきましょう。これ1/2の3の100乗、で、マイナス3の99乗マイナス1/2ですよと。で、ここの部分っていうのは、これ3を1個前に出すと3になって、ここ99乗ですね。で、これで3の99乗でくくってあげると、1/2引く1ですから、1/2の3の99乗と。で、マイナス1/2。で、これは明らかに正ですよね。これ引く1/2ですから、これ正ですよ。ということで、3の99乗よりは大きいなと。これが示せましたよということで、こんな風に挟むことができましたと。ということで、つまりここの丸に入るのが100で、ここが99ですよと。まあ、こんな風に評価ができれば、あとは簡単で、これにかければいいなと。これ100倍するので、47.71 ですね。60の A っていうのが、これより、これ下ですよと。で、これに99かけるので、まあ、つまり 0.4771 をこれから引けばいいわけですね。47.71 から 0.4771 を引くので、これすると 47.2x ですね。ですので、結局、47.いくつっていう値ですよと。この値っていうのは、47.2いくつから 47.71 より下ですから、47.いくつっていう値ですよということが分かりました。じゃあ、A はっていうと、結局これは、つまり60の A っていうのが、47より大きくて、48より下ですよね。ですので、10の A っていうのが、10の47乗より大きく10の48乗よりも下ですよと。つまりこれは48桁ですね。A の桁数。つまりこれの桁数っていうのは48桁ということで、これで求めることができますよと。続いてもう一つのやり方としては、この3の100乗の桁数を調べて、そこから1引いて1/2しても、桁数はそんなに変わらないだろうということで求めていく方法ですね。じゃあまずこの3の100乗っていうのを桁数を求めましょうか。3の100乗っていうのは、まずこれを使うと、3っていうのが10のこれ乗ですね。3っていうのが10の 0.4771 乗ですよと。ということは3の100乗はっていうと、これ100倍になるので、10の 47.71 乗ですね。ということで、これっていうのは48桁ですね、これは。これはつまり10の47乗よりも大きくて、10の48乗よりも小さいわけですから、48桁ですね。とこれっていうのは48桁だということが分かりました。で、そこから1引いて1/2しても変わんないんじゃないかなっていうことで考察していきましょう。じゃあ、これ1/2したときに、
桁数が下がる場合があるのかっていうことなんですが、これは例えば160とかであれば、これ2分の1したら、ここの括弧の中身がですね、括弧の中身がなんか、この値であれば2分の1したらこれ80になっちゃいますね。桁数3桁だったのが2桁になっちゃうと。桁数が変わる場合っていうのは、要するにここが1、最高位の数が1の時には2分の1したら、減っちゃいますよね。桁数が減るよと。で、じゃあ例えば198とかであっても2分の1したら、99ですね。というふうに桁数が変わっちゃうよと。じゃあここが1であれば、最高位の数1であれば桁数変わりますよと。じゃあ2であればどうかっていうと、200だったら2分の1したら100ですね。桁数は変わりませんよね。ということで、桁数が、こう最高位の数が2以上であれば、この括弧の中身がですね、2以上であれば2分の1しても桁数が変わらないなと。じゃあ1でないことが言えればいいなってことですね。ということで、じゃあこれの最高位の数を調べていきましょうと。で、今3の100乗っていうのが今これなんですが、これの最高位の数はっていうと何かっていうと、これは、これ分けましょうか。小数点以下の部分と整数部分分けると、10の47乗かける10の 0.71 乗ですね、これは。整数部分と小数部分に分けるとこうなりますよと。で、こっち側の部分っていうのは、10の47乗っていうのは0が47個後ろにつきますよってだけですよね。これは位取りであるので、最高位の数字には関係しないよと。まあ、0がずっと後ろに47個くっつきますよってことですね。これが10の47乗ですよ。じゃあここの最高位の数を知りたいんですが、これはこっちの部分で決定されますよと。ということで、この値をいくつぐらいの値なのかっていうのを調べていきましょうと。で、これを使うのにまたこれを使いますよと。今、3っていうのが10の 0.471 乗ですから、これ比べると3より大きいわけですね、これは。3より大きいですよと。3っていうのが今10の 0.4771 乗ですから、これより10の 0.71 乗っていうのは大きいよと。3より大きいわけです。で、まあ、上から評価すると、まあ、これの2倍すると、これを超えますよね。ですので、まあ、3の2乗よりは小さいなと。3の2乗。まあ、つまりこれの2乗。10の、これ2倍して、0.94、9542 ですかね。まあ、これよりは小さいよと。いうことが言えて、まあ、要するに3より大きく、9より下ですね。9より下であるよと。3から9の範囲の値ですよと。いうことがこれ言えるので、1になることはないですね。3より大きく9より下の範囲の値ですよと。それに0がずっと後ろに47個くっついてますよと。で、その数がこれですか、ここから1を引いたとしても、まあ、例えば、1を引いたとしても1になることはないですね。さっきのように100、最高位の数が1であれば、まあ、2分の1したら桁数が変わっちゃうわけなんですけども、1になることはないなということがこれで分かったので、これで、ここの部分っていうのは、これかける2分の1をしたところで、桁数が変わることはないということが言えて、結局、これの桁数はこの桁数と一緒ですよと。つまり、今これの桁数っていうのが48桁だったわけですね。で、そこからまあ1を引いたところで変わらないよということが言えて、結局これは48桁ですねと。まあ、こんな風に求める方法もあるかなと思います。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。